時計ライター、ウォッチジャーナリストの篠田と申します。今回は、このパネライのイベントをするにあたって、やはりそのいろいろな話、難しい話を私がしながら、窪塚さんにはそれをですね、こういろいろ簡単な話を広げていただいて、そして、池田さんにはファッションの目線も含めて、いろいろな形でパネライのブランドの魅力を語っていきたいなと思うんですけど、皆さんこの金曜日のこのね夜にこのイベントに来ていただいているということで、相当時計好きだと思うんですけど、愛好家にですね、まずパネライのブランドというのはどういうものかというのをまずちょっと私から説明させていただきたいんですけど、創業が1860年、古っ、日本で桜田門外の変が起きた時、ちなみにアメリカでリンカーンが大統領になった時に生まれました。なるほど。というのもすごい歴史がすごい古いんですけど、あの頃か、はいね、でね、イタリアのフィレンツェで生まれたブランドで、まず初めは精密機械の製造をしてました。でその後1940年代にですね、イタリア海軍の特殊潜水部隊というところに依頼されて、ミッションウォッチを作ると、でやっぱりその兵士が使う時計なので、非常にこうタフな時計を作っていると、で非常に評判が良くて、イタリア軍だけじゃなくて、その後、他の軍隊にも納品するっていう、タフな時計を作っている、1940年代っていうと、海の時計って一般的にダイバーズウォッチっていうのが、イメージされると思うんですけど、その時代でまだダイバーズウォッチないんです。ほうほう。なので要はこう防水時計のノウハウっていうのがあまりない、でそういう時代に、そのパネライっていうのはどうやって、タフで防水性の高い時計を作るかっていうことを非常に考えた、で、今ここね新作時計も並んでますけど、せっかくだからじゃあちょっとこれをちょっと触れてみて、軽いですね、これも見た目は重厚だけど、でパネライのそのなんか時計の特徴として一つですね、このリューズっていうですね、その中の機械を動かすパーツがあるんですが、そこを守るリューズガードっていうのがですね、特徴的な特徴ですね、巨大なものがあるんですけど、これがまず一つ特徴にあります。であとは例えば海の中でも文字盤がよく見えるようにサンドイッチ構造のダイヤルで、こういうですね、要はこう実用から生まれた機能的なシルエットを長年もずっと継承してきてるんですけど、最近はですねそこにラグジュアリーっていうのを一つテーマとして加えてくる、例えば、ケースの素材がゴールドとかそういう貴金属になるっていうのも一つありますし、あるいはケースのシルエットが薄くなったりコンパクトになってというのももう一つ、あとはこのカラーリングっていうのも一つ、新しいですね形で、提案する。だからこのイタリアの、パネライというのはイタリアの場合はタフネスな時計として生まれたんですけど、徐々にそこにですねイタリアの的なラグジュアリー、そういうニュアンスを入れてきた、そういう時計なのかも、まさにっていう感じですね、そういう、で高級時計ってやっぱスイスのイメージやっぱあると思うんですよね、皆さん。でもちろんパネライも、イタリアフィレンツェ発祥なんですけど、時計の製造はスイスであります。でつまりイタリアの美意識と、そこにスイスの時計技術、これをこう融合させる、そういうことによって、唯一無二のポジションを築いている、これが、いわゆるパネライという時計ブランドなんですね。ちょっと池田さんにお伺いしたいんですけど、もちろん池田さんファッションのプロフェッショナルでございますが、アートとかデザインとかにも、かなり精通しているんですけど、池田さんが考えるこのイタリア的ラグジュアリーっていうのはどういうものなんですか？パネライの創業の地がフィレンツェということで、やっぱりルネッサンスの中心地として花開き、あの時代からもっと前で言えば古代ローマ帝国があり、ヨーロッパ文化のもう根幹になったものを、ができた場所の国でルネッサンスが起こり、で20世紀でもミライ派っていうイタリアの芸術運動があったんですけど、シュルレアリスムとか、ダダイズムとかよりも前に抽象画みたいなのが、1980年代でもエッド・レソット・サスってデザイナーがメンフィスっていうデザイングループを起こして、なんかポストモダンっていうその今の80年代以降今までも続くなんかインテリアとかにあるデザインの活動があるんですけど、その先鞭をつけたのもイタリア発ですし、もちろんその古くからの歴史とそういったなんか本当に革新的な大きいことがイタリアを中心にして実際に起こってきたなと思うんで、
なんかすごくその芳醇な歴史となんか革新性がイタリアっていう国土ではなんか起きることがたびたびあるなっていうふうに思いました。そういう話を伺いながら早速もうあの時計を付け替えていただきましたけど、はい、小松塚さん結構時計を好きだっておっしゃってましたけど、そうっすね、パネライはどうですか。僕でもねご縁がなくて、うん、もう本当に今日この会がもう 初のこのご縁いただいたっていうか、うん、でもそういうきっかけで、ね、やっぱりそのブランドを知って好きになっていくっていう風にここまで来てるんで、これもまた良きご縁かなという、うん、ふうに思ってます。ただパネライ自身はあのとブランド自身はご存知だった。もちろんです、もちろんです。なんか物心ついたらっていうとちょっと大げさですけど、あ、まあ、そういう、まあ、イタリアのブランドだけじゃなく、うん、いろんなこうブランドを知っていく中に、うん、まあ、パネライさんもいらして、うん、イタリア初だったりとか、はい、そういう、まあ、アートに裏打ちされた、うん、そういう 軍事の、うん、あのまあ、武骨なところっていうのがあってっていうことはもう全然あの存じなかったんで、まあ、すごく新鮮に、で、あ、だからこういうね竜頭のガードがあったりとか、でもこうなんだろう、ラグジュアリー感があってっていうようなのが今腹落ちしました。あのさっき実はこの皆さん来る前にねここでちょっと撮影とかいろいろしてました、うんうんうん、結構あのいろいろ頻繁に付け替えて楽しんでらっしゃいましたね。そうですね、この44と42、はい、うんうん、のまあ、この質感もそうですけど、はい、2ミリ違うと、まあ、ここで置いてると全然あんま分かんないんだけど、まあ、手にした時に自分の腕の太さ細さっていうのがあるんで、うん、その時にやっぱりあかなり違って見えるなっていうのが、はい、まあ、今更ですけど、はい、あの思いましたし、でもこのなんて言うんだろうな、シンプルなデザインで、うんうん、でもその今言った2つが融合してるっていう感じが、はい、なんか何とも言えないこの安心感というかフィット感っていうのを生んでくれてて、でバンドもさっきバーッと見たけど、あの指紋がつくようなもの少ないですね。まあそのレザーであったりこういうラバーだったり、そこがまたなんか特徴的なのかなっていう気がしました。なるほど、ありがとうございます。で今あの2人にもつけていただいているこのまあモデルなんですけど、これあのサブマーシブルルナロッサというモデルなんですね。呪文のような、はい、ね、やっぱちょっとね、うん、イタリア語ですからねちょっとこう聞き慣れないんですけど、これあのサブマーシブルっていうのは、1998年にデビューしたコレクションなんですけど、うん、まあ、いわゆる、パネライ初の本格ダイバーズウォッチ、うんうん、だからこのですね防水時計をずっと作ってたんですけど、うん、実は防水時計とダイバーズウォッチって明確に違うんです、時計業界では。で何が違うかっていうと、まあ、ここにある逆回転防止ベゼルっていうのがくっついてると、いわゆる、ダイバーズウォッチというふうになるんですね。これが新しいデザイン、うん、でさらにルナロッサってなんだ、うん、赤い月ですけど、これは、うん、実はですねこの、ヨットチームの名前なんですね、うんうん、で今年の秋に、バルセロナで世界最高峰のヨットレースであるアメリカズカップっていうのがあるんですけど、はいはい、でそこにですねルナロッサチームっていうのが出る。これはあのイタリアのチームなんですけど、うん、プラダグループが、ベースになって、うんうん、そこに、イタリアのタイヤメーカーであるピレリ、これがまたくっついた。でそこに、時計ブランド、時計メーカーとしてパネライが参加している、うん、このまさにオールイタリア、イタリアを代表する、ブランド、ラグジュアリーであり高機能であるブランドがくっついた。それがこの、サブマーシブルルナロッサなんですね、うんうんうん。であのヨットと時計って一見すると全然関係なさそうじゃないですか、うん、ね、海じゃなくてヨットですから、ね、うんうん、なぜかっていうと、あのヨットレースってヨットって風で動くのでその場に止まってられないですよね、うん、なのでレースのスタートの時にスタートラインの後ろでこう風を受けながらこう場所取りをするんです、うん、はあはあ、で例えば12時にスタートですよってなると、うん、みんな時計を見ながら12時になるまでこう場所を取ると、うん、で12時になる瞬間を待ってガーッとスタートしてスタートラインを切る、うんうん、なので見る時計が絶対必要なんです、うんうんうん、でその時計を要は、パネライが提供している。だから本当に必要としてこのおしゃれで生まれている時計じゃなくてヨットレースに必要なものとして生まれたのがこの時計、うんうん、必需品ってことですね。そう考えるとこの大きさも視認性って意味でより実用性なんですね。絶対必要なんです。やっぱこうちっちゃくてとかデジタル時計とかだとこんな揺れて、うんうん、雨風来るようなところで全然見えない、うん、まあ、そういうところも含めてパネライの実用性が効いてくると、うん、一瞬で分かりますもんね、うん、そうですね。でこのブルーの
素材、これが非常に特徴で、これあのパネル絵がですね特許を取得したティセラミテックという素材なんですね、うん、でこれは先ほどのちょっとね触っていた時に軽いっていう話になりましたけど、うんうん、軽いですね、はい、これあのモデル名がサブマーシブルクアランタクワトルナロッサティセラミテックってすごい長い名前なんですけど、うん、なんかこう出てきちゃいそうですね呪文、はい、でそのまあ素材名がまあモデル名についてるんですけど、うん、まあ、これあのベースがチタン、特殊なチタンに化学的に、うん、処理をすることで表面がセラミックになってます。なので軽いのにめちゃくちゃ硬いんです。なるほど。傷がつかない、うんうんうん、そのためそういう要はこうヨットレースというようなタフなところでも非常にまあ活躍する時計になっている。ただまあやっぱこの色っていうのがこうまた一つ特徴なんですけど、うん、これでちょっとあの池田さんにお伺いしたんですけど、すごいブルーセラミックだからですかね、このマットな質感がなんかそのブルーのこの濃いんだけれども、うん、ちょっとこうただのネイビーですっていうのよりもややスモーキーなトーンが感じられるのがなんか落ち着いていて、このシャツと絶妙にマッチしてますね、はい、私のこれともマッチしますし、うん、私の小塚さんの、はい、ネイビーとの対比も非常に美しくコーディネートできる色だなと。小塚さん結構軽めの時計を好きだって話をちょっとしました。そうですね、腕ももう見た通り細いんで、うん、あんまりごついのはなって思うんですけど、はあはあ、でもこのデザインがシンプルだったりすると意外に44でもいけちゃう。だから44って多分今までの時計経験からするとあまりつけてこなかったサイズかもしれないですね。そうっすね、そうっすね、うん、ちょっとでかいですね、うん、俺にとってはやっぱりそのメンズの時計ってやっぱ42ミリっていうのが比較的黄金サイズというよくあるサイズなんですけど、うん、それに比べるとサイズ的には大きいんですけど、実際そのつけてみるとどうですか。そうなんですよ、いやしっくりきてます、うんうん、した感じもそうだし、なんかこの見た感じもそうなんじゃないかろうかと思うんですけど、うん、皆さんがうなずいてくれてるんでそれを信じてみようかなと。で実際この時計まあ、防水性能が 500m なんですけど、このプロトタイプを実際そのルナロッサのチームのクルーがつけて練習してって実地テストを行って生まれているので、本当にリアルにタフな時計なんです。そう考えると、まあ、このなんか軽やかさっていうのはちょっとこう意外な。いや本当ですよね、その武骨さとラグジュアリー感のね、うん、マッチングが、うん、でやっぱなんか本当海っぽいですね、色的にはそうです、うん、だけどやっぱその先ほど機能の、ね、話しましたけど、このすごいねこのユーズガードが秀逸で、うん、これちょっとこうガード大きなのついてるじゃないですか、うん、これやり方がここの上のトリガーをこうピッてやるんですね。そうするとここロックが外れる、はあ、そうするとようやくここが、触れるように、うん、なるほど。これなんで生まれるかっていうと、うん、もちろんそのガードするっていうのもそうなんですけど、うんうん、やっぱりその時計とかつけてるとこうリューズを締め忘れるっていうトラブルが意外と多くて、うんうん、はい、それをこれ物理的にもうこう飛び出てたら絶対に使わないじゃないですか、うんうん、これ押し込むとロックされる。なるほどなるほど。そういうやっぱり押してくれるんだ。そう、絶対これでもうこの状態目視でもうすでにこれで完全状態になってるのすぐ分かるので、今回は親密性高めるためにこう丸型のインデックスとバーのインデックスになってたりとかということで、非常にですねデザイン的にも機能的にもハイレベルなものになってる、うん、その技術に裏打ちされたというかね。ただでもそれだけ時間にやっぱり正確にというか、はい、ものが求められたそのまあ軍事の時代の経験値がまあ今生きる、ね、それがそのまま今世界最高のヨットレースにまあ息づいている、うん、ただやっぱりこの僕はその時計をね専門にしているからやっぱ時計の機能っていうところにすごく注目するんですけど、その一方でやっぱりファッションっていうのもその時計を語る上では外しちゃいけないところじゃないですか。で特にそういうまあパネライイタリアのラグジュアリーブランドってことですし、やっぱそのいくらそのサブマーシブル、クアランタ、クオートロ、まあ、ルナロッサ、ティーセラミテックが、まあレースね、ヨットレースのために生まれた、うん、まあいうと、まあ、ツールウォッチであって、うん、やっぱそのファッション的な要素っていうのも、はい、まあ、絶対必要だと思うんですけど、はい、今回久保塚さんのスタイリングっていうのが今回、まあ、池田さんに、ね、していただいた。ちょっとそれをなんかコーディネートの説明をちょっとしていただきたいなと思いますけど、まあ、まさにそのね、ルナロッサ先ほどイタリア あのラグジュアリーの話がありましたけど、まさにそのイタリアの美学っていうのがあるからこそこのタフウォッチでスポーツウォッチでも
ここまでそのデザイン性というところに強いこだわりを示すのかなというふうに思うんですけど、まあ、今回そのルナロッサというチームのメインスポンサーの一つであるプラダの方にちょっと協力を仰いで、リナイロンのシリーズっていうあの、リサイクル の、ええ、あの素材で作られた、ナイロン素材のシャツとカーゴパンツと白の T シャツで、まあ、こういったちょっとボリュームのある半袖シャツにちょっと、うん、あのカーゴパンツで、まあ、時計もやっぱりちょっとボリュームがあってもなんかここら辺の袖の余り具合とちょっとこの時計の存在感がマッチしているかなというふうに思っています。であのやっぱ時計がネイビーベースなんで、うん、ちょっとあの紺を入れたいなと思って、紺のシャツ白 T で、大体ちょっと紺と黒ってややなんかあの違和感あるって方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、あの割とまあ最近あのまあフランスでは割と人気のある配色であったりするんですけど、でも馴染みますよね、はい、うん、でプラダではそのミューチャプラダっていうその、デザイナーが割と紺と黒の配色が非常に本人的にも好きということで、うんうんうん、よくあの実践されているということで、はい、まあ、今回もその辺に習って黒紺とリネアロッサ の、はい、あのこのルナロッサのサブマーシブルと合わせてしています。池田さん、こういう、まあ、やっぱ時計としてはかなりまあ個性的なものじゃないですか、こうシンプルなドレスウォッチに比べると。こういう時計をファッションに上手に取り入れるコツって何かあるんですか？やっぱりこういうポイントがある時計ですと、うん、まあ、普通にどっか一箇所拾うってよく言うと思うんですけど、うんうん、あのまあ時計とかだとちょっと距離を外してなんか靴とかで拾って、ちょっともう一回靴がちょっとラバーソールになっている靴で、まあ、艶があったり、うん、ややスポーティーな要素がある、うんうん、なんかその足元とか、まあ、もちろんこのナイロンのシャツっていうところもあるんですけど、ちょっと離れたところであの要素を拾ってあげると、うん、よりこうおそらく合わせるパンツも、うんうん、あのじゃあもうちょっとこういう風にカジュアルなものにしてみようかとかっていう結びつきが考えられると思うので、なんかよりこうすんなりとくるのかなという風に僕は考えています。面白いですね。なんかこう寄りの世界で考えたり引きの世界で考えたり、はい、こうなんていうか映像的っていうか、あそういうコーディネートの仕方っていうのはまたね面白いなと。ありがとうございます。ちなみにあの久保塚さん、結構あのアクティブな趣味お持ちじゃないですか。はい。なんかこの時計つけてこういうところ行きたいのか、こういうことしたいなみたいなってあります？僕ね、明日から、ね、ベトナム行くんですよ。おお、これどっちか1本いただいてそしたら、ね、とは思ってます。だって海もあるし、タフな、もしかしたら旅になるかもしれないですからね。なんかやっぱりこうなんてイメージとしてね、うん、ベトナム初めてなんで、おうおう、何が起こってもいいようにこれタフな、うん、タフな時計、まあ、船では行かないんですけど、はいはいはい、まあね、分かんないんで何があるか。ありがとうございます、はい、ちょうどあの今、ね、これからあの、まあ、ベトナムも行かれるって話しましたけど、うん、まあ、ちょっとこの久保塚さんって、まあ、そういう時間っていうものに対していろいろ面白い考え方をしてるなって、あの皆さんあのファンだと読んでると思いますけど、久保塚さんの本の、 久保塚洋介の人生攻略本っていう本を私読ませていただいたときに、はい、結構あの時間についての、うん、あの内容が書きました、ね、結構ありましたし、もう冒頭から、ね、うん、いきなり始まってました しかも内容が結構、うん、ちなみに僕が、ね、一番いいなと思った、うん、フレーズが、忙しく慌ただしく動いてるやつほど、うん、時間ってやつは微笑んでくれる。あ、でも本当そうですね。それすごい、あのなんか忙しいと逆になんか時間に追われてしまうようなイメージだったんですけど、ね、イメージは逆だなと思います、うん、なんか隙間時間に5分だけでもちょっと腕立てするとか、5分だけでも英語のあれ聞こうとか、うん、でやってる人ってやっぱあの1日よく言う話ですけど、その1センチ1日積み上げたら1年で365センチになるっていうのの、その隙間時間の使い方みたいなので、やっぱ昨日あの時間に終わって映画1本見たのとか、なんかそういう時間の使い方できる人ってやっぱりなんていうかな、豊かっていうか、その同じ一生でも触れたものだったり知ったことだったりっていう、自分のそれってなんかどん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 自分の奥深さになっていったりすることだと思うんで、なんか圧倒的に差の出る、特に年いってからそのこう会話してて圧倒的な差が出るんじゃないかなっていうふうに思うのと、まあ同じような話なんですけど、あの86,400円の話知ってます？なんですか86,400円？
あの1日に皆さんもそうなんですけど8万6400円必ずもらえると、うん、でそれはもうどういうふうに使っても、もう自由と、まあ、何を買おうが何に対価として買えようが、うん、ただ絶対12時になったら残ってるお金は全部返さないといけないと、でこれをまあ一生やっていくと、それ何を言ってるかって言ったら8万6400秒なんですよ1日が。だからその時間を何に使うかっていうことの例えなんだけど、それがなんかまあ今の話とねちょっと通じてくるんですけど、どうやって生きるか何をするかっていうのはもう本当に自分次第だから、今が一番若いっていうのもあのすごくいつも意識してて、今こうやって時計を見た時にこっから時間がこのね秒針がこっちに回り出すことはないから、多分そのってことは今が一番、どの瞬間も今が一番若いわけじゃないですか。それを忘れないとなんかあの一日一日を新鮮に生きてみようだったりとか、そういう気持ちになりますし、だからなんかこうその時にこういう時計、いい時計、好きな時計をしてると、その時間の価値っていうのがおのずと上がってきて、なんていうかその今の価値っていうのが上がってきて、とっても素敵な今、素敵な自分を生きているっていうような気持ちになる、それをサポートしてくれるっていうようなギアとして、はい、とあの時計っていうのはだから深いあの意味のあるアイテムだなと思います。池田さんも、まあ、その日々忙しくあの仕事をされてますけど、やっぱりその忙しいことがその人生に対しての充実度みたいなのが変わることがありますか。確かに、でも忙しい方が時間をやっぱ有効に使うスキルが上がってるって思いますね。もちろ ん, なんか、ね、あ の, のんびりしてる何もしないことが、はいはい、最高の贅沢みたいな、うんうん、の使い方の使い方とてもいいと思うんですけど、うん、だって窪塚さんあれですもんね、日本酒のプロデュースとかもやってる。あ、そうなんです。そういう意味ではめちゃくちゃ忙しいから、うん、すごく人生も充実していると。してそうですね、そうです、欲張りなとこもあるんで、うん、割とカレンダー上から見てるの好きで、まあ、なんかちょっと同族っていうか、うん、カレンダーっていうものをなんかねテーブルの上に持って来て、こう今月はこれがあるあれがあるとかあるっていうのをこう見てるのは結構好きなんですけど、なんでかなと思ったら、そうなんか時間から解放されてるような感じがするんですよ。時間の外に出てで、なんかちょっとなんかちょっと体験してみてたりとか、そうするとあここにあれ行けるとか、あ歯医者行けるとか、あなんかあのスポーツに行けるとかっていうようなあのことが得ると、今度そこにまた予定を入れて、はい、だから何もしてなかったなっていう日っていうのは、うん、まあやむなくあのお酒の翌日でっていうことはたまにたまんすけど、うん、ほとんどない、うん、じゃあなんかカレンダーと時計っていうのは一つ窪塚さんをこうなんか、まあ、人生を楽しませて豊かにしてくれるものみたいにもなってるんですね、うん、そうですね、うん、あの大好きです。なるほど、はい、まあ、結局、まああのね、先ほど の, あの8万6400円の話もありましたけど、うん、やっぱこの時間をどうやって使っていくかっていうのが、うん、まあ、人生の豊かさに、まあ、変わってくるのかもしれないですし、うん、まあ、その大切な時間を、まあ、表現するものとして、まあ、素敵な好きな時計をつけて暮らすっていうのは、まあ、一つ、まあ、人生を豊かにする上なんですし、うん、まあ、逆にいい時計をするっていうのがその時間を上手に使いたいっていう前指標人なっていうこともありますね、うん、そうですよね、なんかおのずとそうしてくれるっていうか、うんうんうん、なるほど、まあ、それがちょっと我々がこう、ね、パネライに見せられる、まあ、理由にも一つなってるんじゃないかということです。